今回が初開催です。十和田湖を見るだけでなく間近で感じてもらおうとミニトライアスロンが行われました。秋晴れの十和田湖畔で行われたのはミニトライアスロン。県内外から10人が参加しました。今回は十和田湖周辺を立ちながら漕ぐサップ、電動自転車、ランニングの3種目、今回が初開催です。スタート試合と思います。およそ800メートル先の対岸のゴールを目指します。湖の波に煽られながらも必死にパドルを握り、スイスイと十和田湖の中を進む参加者たち。800メートルを漕ぎ切るとゴールしたのもつかの間。次は電動自転車。自然豊かなコースで全長 6.4 キロを漕ぎます。上り坂も何のその、疲れを感じさせないペースで登っていきます。そして最後はランニング。宇多るべキャンプ場内を2周、1キロを走ります。ここまで疲れを見せていなかった参加者もサップ、自転車の影響か足取りは重め。それでもこの時期ならではの景色に触れながら進んでいきます。そしてゴールテープないです。ちゃんとゴールにやってくれる。見事 8.2 キロを完走しました。いやー、ちょっと久しぶりに自転車もやったし、走ったことも最近やってなかったんで、ちょっと今膝笑ってます。サップの上に立って見る景色がすごい綺麗で、なんかまた普段観光で来る見てみる十和田湖とは違うなと思って楽しめました。十和田湖はすごく美しいのはもちろんなんですけど、それでやっぱりですね、新しい風を吹かさないとこの美しさをもっと広げないなと思って、やっぱりアクティビティというところに注目して、今回は今後もですね、コンテンツを作っていきたいなと思っています。今回のトライアスロンは十和田湖を見るだけでなく間近で感じてもらおうと十和田奥入瀬観光機構が開催しました。